What time is it? 7:30 What time? 7:30 Oh, no. I have a meeting. David's work in Japan has finally begun. In Japanese society, being punctual is especially important. So let's learn a few things about expressing time in Japanese. Your next appointment's not until 10:30. We've got plenty of time. Can I must have left my watch at the office. What time is it, David? It's 11 o'clock. Eh? 11時? Yada. Your watch isn't working. Oh, that's true. It's a quartz, not spring wound. It was given to me by my father. Oh. I forgot to wind it this morning. すいません. あの、今何時ですか? 9時半ですね. 9時半ですか? どうも。 Yuko, can you please teach me how to ask what time is it? Sure! 何時ですか? 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 Okay! Application! すいません。はい。今何時ですか? 今?ちょうど8時。 8時? うん。ありがとうございます。 何時ですか? 何時ですか? This is the proper way to ask the time in Japanese. Okay, let's take a look at the same scene once again. This time, pay attention to how to answer, too. すいません。はい。今何時ですか? 今?ちょうど8時。 8時? うん。ありがとうございます。 何時ですか? ちょうど8時。ちょうど8時。 means exactly 8 o'clock. ちょうど means exactly. 8時 means 8 o'clock. 8 is 8, and G means o'clock. 1時 1時です 2時 2時です 3時 3時です 4時 4時です 5時 5時です 6時 6時です 7時 7時です 8時 8時です 9時 9時です 10時 10時です 11時 11時です 12時です。 すいません。はい。今何時ですか? 今?ちょうど8時。 8時? うん。ありがとうございます。 すいません。はい。何時ですか? 5時です。どうも。5時だって上がるか。うん。
That's right? No, no. Huh? The date is not set right. Today's the 7th. The 7th? Oh no, I completely forgot. Yesterday was our wedding anniversary. Oh, Kathy will be furious. It should be all right. Thanks to the time difference, it's still yesterday in America. That's right. Well, I'll call Kathy now. Oh, New York, 何時ですか? That's right, isn't it? そうね、いいんだけど、ニューヨークは何時ですか? ニューヨークは何時ですか? そうそう。Oh, OK. Application. そうだ。モスクワの川上さん電話しよう。待ってよ。すいません。はい。鈴木さん、今何時ですか？あ、12時です。あ、12時ってことは、モスクワは何時ですか？はい。モスクワは、モスクワは6時です。モスクワは6時です。モスクワは6時です。It's 6 o'clock in Moscow. あ、そうだ。パリは何時ですかね？はい、パリですか？はい。パリは4時です。パリは4時です。パリは4時です。It's 4 o'clock in Paris. Let's listen once again. あ、今何時ですか？あ、12時です。あ、12時ってことは、モスクワは何時ですか？はい。モスクワは6時です。あ、6時ですね。はい。どうも。あ、そうだ。パリは何時ですかね？はい。パリですか？はい。パリは4時です。あ、どうもありがとう。はい。What time is it? 何時ですか？1時です。何時ですか？2時です。何時ですか？4時です。何時ですか？7時です。何時ですか？9時です。そろそろ9時か。電話連絡の時間かな。This is the editorial department of a wire service company.An editor-in-chief will ask several correspondents about local weather conditions over the phone. Try to tell the local time by listening to their conversation. You may come across some new words, but see if you can pick out the proper expressions of time. ロンドンの石川特派員と。もしもし、ロンドンの石川さん？はい、ロンドンの石川です。それではロンドンの状況をお伝えします。こちらロンドンは昼の12時です。ロンドンは何時ですか？ロンドンは何時ですか？もしもし、ロンドンの石川さん？はい、ロンドンの石川です。それではロンドンの状況をお伝えします。こちらロンドンは昼の12時です。ここ数日、ロンドンは雨が続いています。12時現在の気温は5度です。前線の通過にはもう 2、3日かかりそうです。以上です。はい。ロンドンは昼の12時。天気は雨。気温が5度ですね。寒いですね。はい。どうもご苦労様でした。ロンドンは12時です。ロンドンは12時です。次は北京の大山特派員か。もしもし、北京の大山さん？もしもし、北京です。早速お伝えします。北京は夜8時です。北京は何時ですか？北京は何時ですか？
しもし、北京の大山さん。もしもし、北京です。早速お伝えします。北京は夜8時です。こちらはかなり寒いです。8時現在、北京の気温は3度。高気圧に覆われていて天気は晴れです。しばらくいい天気が続きそうです。そんなとこですが。はい、北京は8時ですね。天気は晴れ、3度と。はい、ご苦労様でした。北京は8時です。北京は8時です。今度はバンコクね。バンコクは沢田特派員か。バンコク、バンコクと。あ、もしもし、沢田です。あ、沢田さん、こちら東京の天川です。バンコクのお天気お願いします。はい、バンコクの時間は今夜の7時です。バンコクは何時ですか。バンコクは何時ですか。バンコク、バンコクと。あ、もしもし、沢田です。あ、沢田さん、こちら東京の天川です。バンコクのお天気お願いします。はい、バンコクの時間は今夜の7時です。こちらはこのところどんよりした毎日です。ですから天気は曇り、7時現在の気温は25度ちょうどです。はい、バンコクは何時でしたっけ。はい、7時です。バンコクは7時と。天気は曇り、温度は25度ですね。はい、そうです。以上です。バンコクは7時です。バンコクは7時です。次はとニューヨーク、坂本特派員。ニューヨーク、ニューヨークと。もしもし、坂本さん。はい、天川さん、おはようございます。お待ちしていました。ニューヨークは現在朝7時。ニューヨークは何時ですか。ニューヨークは何時ですか。ニューヨーク、ニューヨークと。もしもし、坂本さん。はい、天川さん、おはようございます。お待ちしていました。ニューヨークは現在朝7時。この部屋にも明るい朝日が差し込んでいます。ニューヨーク7時の気温は6度。ちょっと涼しいけど清々しい朝です。はい、以上です。はい、わかりました。ニューヨークは朝7時、6度で晴れと。はい、どうもありがとうございました。ニューヨークは7時です。ニューヨークは7時です。ニューヨークは1時です。Having a 14-hour time difference can be pretty useful sometimes. You could be right. もしもし。あ、もしもし、ゆうこさん。田中です。こんにちは。早速なんですが、古川さんの北海道行きの便、8時の便が満席なんですよ。それで一つ前の6時20分どうですか。6時20分ですか。少々お待ちください。デイビッド、古川さんは、oh, He just stepped out. I'll go get him. すいません、もう少し待ってください。はい、いいですよ。すいません。はい、いらっしゃいませ。大阪行きの1便の飛行機は何時ですか。大阪行きですか。はい、それでしたら7時10分になりますが。あ、そうですか。じゃあ20枚お願いします。はい、じゃあ皆様のお名前を。こちらのホテルでしたら駅からも近いですし、うん、そうね。で、チェックインは何時。はい、チェックインは2時半になります。2時30分。
12時10分10分10分12時20分20分20分12時30分30分 Here is another expression indicating that it is half past the hour. 12時半12時半半12時40分40分40分12時50分50分50分大阪行きの1便の飛行機は何時ですか大阪行きですかはいそれでしたら7時10分になりますがあ、そうですかじゃあ20枚お願いしますはい、じゃあ皆様のお名前を、はい、そうですねこちらのホテルでしたら、うん、駅からも近いですしそうねで、チェックインは何時はい、チェックインは2時半になります2時30分もしもし、もしもし、田中さんあはいお待たせしました6時20分 OK です。お願いします。そうですか。わかりました。あ、それで、明日の2時どうですか？明日の2時ですか？テニスですよ、テニス。ああ。明日の2時どうですか？2時はちょっと。じゃあ4時半。4時半もちょっと。ダメですか？ええ、ちょっと。Well, I don't know what she has in mind. She doesn't seem to want to go with me. She keeps saying, "Chotto." Chotto. Chotto. When you ask Japanese people if it's convenient,and if they answer with this word in an apologizing manner, it means they are declining, indirectly. Japanese people are, in general, not very good at declining something directly. Application. すみません。はい。カットの予約をお願いします。はい、何時ですか？そうね、2時はどうですか？2時ですね。はい。2時はちょっと。じゃあね、3時はどうですか？3時。あ、はい、大丈夫です。じゃあお願いします。はい、お待ちいたしております。A lady is entering a beauty shop in order to make an appointment. What time has she reserved for her haircut? Let's listen once again. すみません。はい。カットの予約をお願いします。はい、何時ですか？そうね、2時はどうですか？2時はどうですか？どうですか？ It's 2 o'clock, all right?どうですか? is used when you ask if it's convenient. 2時ですね。はい。2時はちょっと。2時はちょっと。ちょっと。Did you get it? じゃあね、3時はどうですか? 3時。あ、はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。大丈夫です。This is often used in the sense of, it's fine. じゃあ、お願いします。はい、お待ちいたしております。2時はどうですか?どうですか?2時はちょっと。ちょっと。
3時はどうですか？どうですか？3時は大丈夫です。大丈夫です。おはようございます。おはようございます。これからお出かけですか？じゃあ気をつけて。ありがとう。失礼します。Ms. Junko Ono works at this company. Let's listen to her conversation with her colleagues and try to understand her schedule. Try to fill out this schedule sheet. Ohayo. Oh, ohayo. She's going to make a lunch appointment with her colleague. Let's listen in and find out what time they're going to have lunch. Lunch in Japanese is ohiru gohan.純子さん、今日お昼ご飯一緒にどう？お昼ご飯？うん、大丈夫。そう？じゃあ12時はどう？多分大丈夫。12時ね。じゃあいつものところでね。うん、じゃあね。じゃあね。12時は大丈夫です。お昼ご飯は12時です。お願いします。あ、はい。OK。この件のミーティングはと。Next, Junko is going to set up a meeting with her boss. The first time suggested by her boss is not good for her, but the next one is all right. Listen carefully. ミーティング、ミーティングは、うん、そうだな。4時はどう？ああ、すいません。4時はちょっと。あ、そう。コンピューターの研修なんです。じゃあ、3時はどう？あ、大丈夫です。ミーティング。よし、じゃあ、3時ということにしよう。はい、それでは3時によろしくお願いします。4時はちょっと。3時は大丈夫です。ミーティングは3時です。すみません。今日はどうですか？はい。どちら様ですか？あ、大野です。大野さん。はい、Next, Junko is going to make an appointment with her dentist. It may be a little difficult to understand, but listen carefully. Dentist in Japanese is 歯医者。3時はいかがですか？3時ですか？すみません。3時はちょっとお仕事ですね。それでは5時10分はどうですか？はい、5時10分ですね。5時10分お待ちしています。じゃあお願いします。3時はちょっと、5時10分は大丈夫です。歯医者は5時10分です。森さん、こんにちは。あ、大野さん、ちょうどよかった。Finally, her colleague is going to ask her what time she's going to today's party. Listen carefully how the words ちょっと and 大丈夫 are used. え？ほら、この間話したパーティー大丈夫ですか今日？ちょうど6時ですよ。パーティー？ああ、ステーションホテルの。そう、ステーションホテル6時。6時ですか？6時はちょっと。じゃあ6時半は？6時半もちょっと。7時なら大丈夫ですけど。7時ですね。じゃあ来てくださいよ。待ってますから。すいません、7時には伺います。じゃあ。じゃあまた後で。6時はちょっと。6時半もちょっと。7時は大丈夫です。パーティーは7時です。Let's listen once again. おはよう。あ、おはよう。純子さん、今日お昼ご飯一緒にどう？お昼ご飯？大丈夫。そう？じゃあ12時はどう？多分大丈夫。12時ね。じゃあいつものところでね。じゃあね。じゃあね。すみません、お願いします。あ、はい。
OK。 この件のミーティングはと、ミーティングミーティングは、うん、そうだな。4時はどう？あ、すいません、4時はちょっと。あ、そう、コンピューターの研修なんです。じゃあ3時はどう？あ、大丈夫です、ミーティング。よし、じゃあ3時ということにしよう。はい、それでは3時によろしくお願いします。すみません、今日はどうですか？はい、どちら様ですか？あ、大野です。大野さん、はい、3時はいかがですか？あ、3時ですか？あ、すみません、3時はちょっとお仕事ですね。それでは5時10分はどうですか？あ、はい、5時10分ですね。5時10分お待ちしています。じゃあお願いします。森さん、こんにちは。あ、大野さん、ちょうどよかった。え？ほら、この間話したパーティー大丈夫ですか？今日ちょうど6時ですよ。パーティー？ あ、ステーションホテルの。そう、ステーションホテル6時。6時ですか？6時はちょっと。うん、じゃあ6時半は？6時半もちょっと。7時なら大丈夫ですけど。7時ですね。じゃあ来てくださいよ、待ってますから。すいません、7時には伺います。じゃ、また後で。お昼ご飯は12時。ミーティングは3時。歯医者は5時10分。パーティーは7時。Wow, Junko-san is going to have such a busy day. デビッドさん、どうしたの？元気ないみたい。She's saying, you don't look very happy tonight, David. Is anything wrong? Not really. Well, I've just been having a little trouble making an appointment with one of my clients. You just have to keep on trying. That's all, David. Now that you mention it, did you call Yuko? Really? Just because she turned you down the first time.You just have to keep on trying. That's all. ねえねえ、何何何ねえ、ゆうこさんは何何？ああ、子供はいいの。You always treat me like a child. ナオミ、そろそろ寝たらもう12時よ。もう。Hi, David. This is Bob Wilson.I've been watching your progress, and frankly, I hope you'll straighten up a little. I want you to get to bed by 11 and get up by 7. Get a good night's rest and try not to be so forgetful, okay? Oh, he always treats me like a child.